はありがとうございます。待ってました。ありがとうございます。ちょっとしたら始めようと思います。アズの声笑って、ありがとうございます。ハートありがとうございます。じゃあいけますね。いいかな。じゃあリミスタ書いていきます。お願いします。じゃあ最初ひじりさん書いていきます。で認知されることを待ってます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。じゃあ次行きます。次ウィングさん行きます。ありがとうございます。すごい。したいです。喋りながら、うん、ちょっとどういうことだろう。難しい。次まさかずさん、はい、書きます。ななちゃんさん、ありがとうございます。ゆきさんのことあんまり詳しくないですが、これからたくさん嬉しいお話してください。はい、受けました。ありがとうございます。初めまして、つむつめでとうございます。これからの活躍を楽しみにしてます。ありがとうございます。待ってます。次石ころ人間さん、すごい。書きます。ライコさん、ライコさん、ありがとうございます。すごいたくさん。中国のファン、せいせい。石ころ人間さん、ありがとうございます。はい、初選抜おめでとう。歌番組なので入れるの嬉しい。個人的に嬉しいのはこのサイン会があることです。なんでサイン欲しいだもん。ありがとうございます。ちゃんと入ってますよ。ありがとうございます。じゃあ次リュウジさん書きます。のぐっちさん、はい、いけました。ありがとうございます。選抜入りおめでとう。サインありがとうって、こちらこそありがとうございます。次山ちゃんさん書きます。いつも山ちゃんさんって言うから山ちゃんさん書きます。はい、書きました。いつもありがとうございます。ラグミングリリース、そして初末おめでとうございます。あ、キラキラ輝いてて眩しい。ありがとうございます。今後も楽しみにして、ありがとうございます。頑張ります。次ニータさん書きます。はい、ニータさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次ゆういち81さん書きます。はい、書きました。
81さん、ありがとうございます。お、千葉県出身、一緒です。気になっていただきなり頑張って、ありがとうございます。応援してます、ありがとうございます。じゃあ次、中越さん、書きます。ありがとうございます、書けました。夏末おめでとう、皆さん大事にします。お、劇場お母さんとお楽しみ、ありがとうございます、頑張ります。に、こんつーさん、書きます。誕生日ありがとうございます、嬉しい、あるのかけて、じゃあ、書けました。じゃーん、こんつーさん、ありがとうございます。お、選抜の常連になりますように頑張ります、ありがとうございます。じゃあ次、ナッカーさん、書きます。ナッカーさん、じゃん、書きましたよ、ありがとうございます。初選抜おめでとうございます、お口帰りいつも素敵な顔で迎えてくれるので、ありがとうございます、ファイトですよ、ありがとうございます、頑張ります。次、ミラクルドリームさん、書きます。ありがとうございます、選抜おめでとうございます、これからもずっと選抜に入れるようにさらにはセンター目指して頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。次、かなりんさん、書きます。かなりんさん、ありがとうございます。初選抜おめでとうございます、劇場のテンション可愛すぎてメロメロになりました、ありがとうございます、嬉しい。次、あ、嬉しい、まきちゃん、書きます。はい、書けました、いやありがとうございます。山田ちゃん、いつ今日も可愛くて偉いです大好き、いつも可愛くてありがとう、でこちらこそありがとうございます。次、カズさん、書きます。エモかったよ、エモかった、よかった。カーキーさん、英語ですねありがとうございます。カズさん、選抜入りおめでとう、もうすぐ加入して1年経つけど2年目も頑張ってね、ありがとうございます。4月9日に2年目に入ります次、お、最強スマイル、最強さん、最高さんありがとうございます、書きます。最強スマイル、最すごい最高さん、書きました。はい、最強スマイル、最高さん、ありがとうございます、すごいいつも元気もらってます。なちゃんに会いまでは正直元気なかったんですが、お、最強スマイルの力は本物だって、ありがとう、元気にないって言ってみたくなるよって、そんなこと言うなってちゃんと言ってあげますよ、ありがとうございます。次、ヒロさん、お、そう、ヒロさん、いつもありがとうございます、書きます。ヒロさん、じゃん、ヒロさん、ありがとうございます。やっほー、実は18期お披露目会から応援してるよ、選抜本当におめでとう、これからもずっと大好き、いつもありがとうございます。はい、じゃあ次、すみすみさん、書きます。あ、じゃん、ありがとうございます。柏木さん、ラストシングルでゆなちゃんが選抜入りしたので感慨深いです、選抜おめでとう、ありがとうございますしかありがとうございます。次、畑山高尾さん、書きます。畑山高尾さん、高尾さん、
岡尾さん、ありがとうございます。なちゃん、初山とおめでとう、ずっと押し続けるよって、ありがとうございます、嬉しいです。次、お、みさパパさん書きます。みさパパさん、あ、書きました。みさパパさん、ありがとうございます。初選抜の CD 発売おめでとうございます。これからもえなちゃんの成長を見届け応援していきます。いつもありがとうございます。次、山口さん書きます。山口さん、できました。じゃん、山口さん、ありがとうございます。改めて初のおめでとう。大変なことばかり大変なこともあると思うけど、この時期初〇〇の貴重な機会を一つ一つ楽しんでねって、ありがとうございます。もう十分楽しんでます。じゃあ次、台湾のヒロリンさん書きます。ハート、台湾のありがとうございます。じゃん、台湾のヒロリンさん、ありがとうございます。お、字が綺麗な人なので綺麗なサイン書いてね、任せてください。ありがとうございます。次、サトシックスさん書きます。嬉しい、嬉しい、嬉しい、はい、じゃん、サトシックスさん、ありがとうございます。幸せと選抜を発行部サトシックスです、すごい。あー、この話なんか聞きましたね。嬉しい、ありがとうございます。選抜おめでとう、嬉しいです、ありがとうございます。次、まんやんさん書きます。まんやんさん、ハート、じゃん、まーやんさん、ありがとうございます。はじめまして、2日に初めて会った牛飼に行くので、そういう人見知りなので緊張します。お、当日名前伝えるのよろしくお願いします。こちらこそ明日よろしくお願いします。もう超可愛い送ってくので楽しみにしててください。次、ゆきぼうさん書きます。じゃん、ゆきぼうさん、ありがとうございます。熱い、嬉しいです。お、ジュアリーデイズのセンターで自分の前に行きましたって。あ、嬉しい。ありがとうございます。頑張ります。次、ゆうたさん書きます。ゆうたさん、ありがとうございます。ゆうたさん、ハート。じゃん、ゆうたさん、ありがとうございます。待ってました、ひなちゃん、選抜おめでとう、これからも最強さまでたくさん見ててね、ありがとうございます。次、ジャスミンさん書きます。アッシーさん、ジャスミンさん、嬉しいです。はい、ジャスミンさん、ありがとうございます。嬉しい、私のところに来てください、ありがとうございます。お、のび太のくせにさん、ありがとうございます。書きます。アッシーさん、ありがとうございます。あと、のび太のくせにさん、続いて、えすけさん、ありがとうございます。はい、じゃん、のび太のくせにさん、ありがとうございます。いつものび太の服の人で知ってます。お、オーライトがゲッチで話そう、よろしくねって、ありがとうございます。こちらこそ楽しみにしてます。次、ジムジムさん書きます。嬉しい、ありがとう。ハート、これからもあるのずっと見ててね。ジムジムさん、ハート、やん、ジムジムさん、ありがとうございます。初選抜おめでとう、こんなに早くサイン会できるなんて。お、今度は直接お祝い言いたいです、待ってます、ありがとうございます。次、田中さん書きます。ハート、田中さん、
ちょっと待ってください。ちょっともう一回貸し直しますね。続いて、ヒロさん。ありがとうございます。はい。もう一回貸し直しました。はい。田中さん、ありがとうございます。いつも応援してます。おお、嬉しい。ありがとうございます。次、りょうへいさん書きます。ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ハート、はい、りょうへいさんありがとうございます。みなちゃんこんばんは。長く声に来ましたが、かわいいですね。お、これからずっと選抜に入れるように応援してます。ありがとうございます。頑張ります。次、ハッシーさん書きます。ハッシーさん、ハート、はい、ハッシーさんありがとうございます。じゃじゃん、選抜おめでとう。これから一週間ね、頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。お、ボンバーさん書きます。あと、ボンバーさん、ハート、はい、ボンバーさん、いつもありがとうございます。改めて初選抜おめでとう。そして初リミスタもだね、つがつことが多いね。お、これからも頑張ってって、嬉しい。先輩になれるといいね。これからも夫婦で押していくからねって。ありがとうございます。嬉しいです。次、お、マサさん書きます。ハート、マーさん、ハート、はい、マサさんありがとうございます。ちょうど今山口から、お、千葉に帰省中の高校で視聴してるはずです。お、ゆなちゃん、その時楽しんでねって。ありがとうございます。嬉しい。千葉同じです。次、ぬのさん書きます。ハート、ぬのさん、ハート、じゃーん、ぬのさんありがとうございます。初選抜おめでとうございます。可愛くてパフォーマンスもできて、これからも応援してます。ありがとうございます。嬉しいです。で、ジンさん書きます。ハート、ジンさん、ハート、じゃん、ジンさん、MV が可愛くてよかったよ。お、コンサートや劇場で新曲を実際に見るのが楽しみです。これからも応援してます。頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。次、ヒュプノスさん、ありがとうございます。書きます。ヒュプノスさん、ハート、はい、ヒュプノスさんありがとうございます。選抜おめでとう。ありがとうございます。次、お、ケイちゃんさん、ありがとうございます。書きます。ありがとう、頑張る。ありがとうございます。けいちゃんさん、いつもありがとうございます。嬉しいです。これからも頑張ります。ありがとうございます。お、かいさん書きます。ハート、かいさん、ハート、じゃん、はい、かいさんありがとうございます。みなちゃん、初選抜おめでとう。劇場公演での元気いっぱいなパフォーマンスをいつも楽しみに見ています。これからも最強スマイルで選抜メンバーとして活躍するみなちゃんを応援してます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。次、お、さきさん書きます。ちんちゃん、ありがとう。あと、さきさん、あと、じゃーん、さきさんありがとうございます。63枚目シャングル、選抜おめでとうございます。去年の18年公演ではみなちゃんが選抜に選ばれた時、私も嬉しいです。戦いのフェイントのパフォーマンス好きです。お、嬉しいです。あのフェイントはめっちゃ悩んで練習した曲なので嬉しいです。ありがとうございます。次、お、総裁 X さん書きます。すごい、なんかはい、
パン、ハート、にゃん。あ、総裁 X さん、ありがとうございます。あ、旧みゆみゆ推しの人です。お、ありがとうございます。いつも八千町おめでとうございます。いつか直接会いに行けたらいいなと思ってます。今後のさらなる活躍を期待してます。ありがとうございます。はい、次北郎ちゃんさん書きます。ひなちゃんのエガッドダンスが大好きです。選抜楽しんでね。ありがとうございます。次、お、みっちゃんさん書きます。ありがとうございます。みっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃん、さん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ひなちゃん63枚目シングル、ひらちさんおめでとう。ありがとうございます。インターネットサイン会でサインが当たって嬉しいです。お、最強スマイルが大好きなのでこれからも応援してます。ありがとうございます。お、ムムケイチさん、お、いつもありがとうございます。さっきはムンバーさんの書きましたね。ここだけの話なのに、ありがとうございます。3、むむけいちんさん、ありがとうございます。キングダムさん、ありがとうございます。ひなちゃん、8月18期オリジナル曲にセンターおめでとう。メンバーチャンピオンの時、劇場生で見ていて感動しました。これからも、お、夫婦で応援していきます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、じゃあ次、たっくん71さん書きます。元気もらってます。お、明日と明後日のひなちゃんの握手会に行きます。嬉しい、ありがとうございます。待ってます。では次、お、さくらさん書きます。ありがとうございます。一番最初にコメントをしてくださいましたね、この始まってすぐに。嬉しいです。じゃーん、さくらさん、ありがとうございます。嬉しい。初選抜おめでとう。ゆなちゃんの声可愛くて好きで、好きやで。明日の握手会もらうときの、お、カメコンもしているのでまた撮りたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。では次、ポンピさん書きます。おめでとう。選抜通じてこれから活躍していくことが楽しみだよ。お、サイン入りアーザージャケットは一生高めますね。お、あ、波動でガチの勝負したいと思うから29日のアップル集会を楽しみにしてます。ありがとうございます。私も波動楽しみです。では次、マサタッカーさん書きます。はい、ゆきさん、ありがとうございます。
サインありがとうございます。そして年末本当におめでとうございます。お、本当に嬉しかった。 MV めっちゃリピートして、本当神曲です。これからも応援させてください。お願いします。次、あ、かえちゃん書きます。かえちゃん、選抜おめでとう。自主で予約しようかくさないというか、ねらちゃんは偉いし尊敬しましたけど無理はしないでね。世界で一番恋人ちゃんに会えることが私の頑張りで言う。いつもありがとう。これからもずっと大好き。こちらこそいつもありがとうございます。ねらちゃんも頑張ってください。ね、さあ次、うっちーさん書きます。嬉しい限りです。明日と明後日の握手会からいっぱいお話ししようね。ありがとうございます。ゆうさん、お話ししましょう。楽しみにしてます。次、中さん書きます。これからもずっと中さん、ゆなちゃんだけをしていきます。嬉しい、ありがとうございます。次、しゅうじさん書きます。ありがとうございます。しゅうじさん、はい、書きます。しゅうじさん、ありがとうございます。ゆのちゃんのサイン入り、僕の名前入りのアナザージャケット、カホにします。写真にも撮って、SNS も投稿しちゃう。嬉しいよ、ありがとうございます。嬉しいです、私も。じゃあ次書きますね。としたかさん書きます。レッスンリハーサル頑張ってください。お、ラッシュチェックしました。とてもゲットしました。嬉しいです、ありがとうございます。ね、ラッシュ見てくださってありがとうございます。にたくさん書きます。たくさんと、はい、じゃーん、たくさんありがとうございます。今、呼び捨てファンタジーでのあまりにも可愛いパフォーマンスの余韻に浸ってます。これからも素敵なパフォーマンス楽しみにしてます。ありがとうございます。私も好きです、あの曲。じゃあ次、スケロクさん書きます。ありがとうございます。では次、大野隆文さん書きます。
大野貴文さん、ありがとうございます。全幕ありがとうございます。今年に入ってからフェスやイベントも大活躍ですね。お、全国ファンミでも参加できるのは参加しようと思ってます。嬉しい、待ってます。ありがとうございます。次、藤木音さん、書きます。ありがとうございました。ありがとうございます。ヨウジさん、続いてチキヨンさん、ありがとうございます。改めて、初めまとめると、これからも最強スマイルでみんなをメロメロにしてください。お、嬉しい、ありがとうございます。次、大ちゃんさん、書きます。お、嬉しい、よしさん、ありがとうございます。大ちゃん、ありがとうございます。はい、大ちゃんさん、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。次、いちごちゃん、書きます。難しいんだよね。続き最強スマイルで私を安全させてください。私は中国であなたを見つめて応援し続けます。ありがとうございます。機会があれば中国旅行来ていいですよ。行きたいです。行ったことないから。じゃあ次、お庭さん書きます。おめでとう。いなちゃんが毎日楽しそうに活動している姿を見られるのが何より一番嬉しいです。ずっと大好きです。こちらこそいつもありがとうございます。では次、伊達メガネさん、書きます。さとしさん、書きます。菊池さとしさん、ありがとうございます。じゃん、菊池さとしさん、ありがとうございます。初選抜おめでとう。曲も衣装もめめめ最高。パーソナル TV での初披露する姿を見て感動。笑顔いっぱいで立派なパフォーマンスだったよ。 MV でもユキリンにリボンを直してもらうシーンが素敵すぎてこっちも感動。次の歌番組も楽しみにしてるね。こちらこそいつもありがとうございます。応援もありがとうございました。次、お、伊達眼鏡さん2枚ありがとうございます。さっきも書いたから3枚ってことかな。嬉しい、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。
とうございます。3枚もさっき書いたけど、じゃあ2枚書きました。ありがとうございます。嬉しいですじゃあ、こぎちゃん書きます。ひでさん、ありがとうございます。全部おめでとう。上位を目指してファイトをずっと応援してます。ありがとうございます。超頑張ります。次、さきさん書きます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。次、星野さん書きます。こちらこそいつもありがとうございます私も幸せです。ありがとうございます。次、ケイさん、ありがとうございます。すごい、ケイケイって書いてるのにケイさんなんですね。最強スマイルにバラ婚姻が変わると超最強ですね。お、今笑顔させてくださって ありがとうございます。明日の握手会もお祝いに行きます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。次、お、クラさん書きます。あと、クラさん、じゃあ今日改めてみるとまだ AKB ナイト1年目なのイライラと経験できてるのすごいね。初めてのイニスタもいつものゆなちゃんのショールーム内を見てるだけで癒されるので楽しみながら配信したら大丈夫だよって。ありがとうございます。優しいですいつもありがとう。こちらこそありがとうございます。次、鈴の音さん書きます。
鈴なねさん、ありがとうございます。選抜おめでとうございます。陰ながら応援してますので頑張ってください。嬉しいです、ありがとうございます。次、トールさん書きます。ありがとうございます。次、お、安井拓也さん、安井拓也さん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。なちゃん、初めておめでとう。久しぶりに半年くらい経ったけど、いつも全力スマイルで癒されてます。これからも全力で応援していきまするって。ありがとうございます。嬉しいです。星とか笑とかもありがとうございます。ありがとうございます。次、はるるんちゃんさん書きます。初めて本当に目を引く可愛さでした。明日は初めて握手会に参加します。初めて直接お会いする方なので本当に緊張してます。何が話せばいいか全然わからないです。全然大丈夫です。ありがとうございます。何でも楽しく話しましょう。ありがとうございます。次、としのりさん書きます。なちゃん、なちゃん、夏おめでとう。わーい、どんどん進化していくなちゃんのパフォーマンスから目が離せません。早くまた劇場になちゃんのパフォーマンスを見に行きたい。今年全落ちで号泣って絶対当ててきてください。待ってます。ありがとうございます。次、北川道田さん、ありがとうございます。書きます。ありがとうございます。楽しみにしててください。やっぱり気になってる、密かに絶対楽しいと思います。ありがとうございます。ミヤマーさん書きます。
ありがとうございます。なーちゃん選抜のお仕事お疲れ様です。もうすぐ ここ卒業だね。冬の間はスノーボードに打ち込んでいて公演も行けてなかったけど、先週全国大会が終わって富山越えたので3日は日帰りで握手会行くね。キラキラ奈々ちゃんに会えるの楽しみにしてます。嬉しい、ありがとうございますね。大会行くって言っていらっしゃいましたね。ありがとうございます。またお話聞かせてください。じゃあ次、たいやきさん書きます。たいやきさん、ありがとうございます。嬉しいです。選抜おめでとう。明日が楽しみ。そこすごい伸びてる。今日も最強スマイルお願いします。はい、これで。ありがとうございます。じゃあ次いきますね。お、ようさん書きます。ありがとうございます。じゃん、ようさんありがとうございます。シングル選抜おめでとうございます。いなちゃんはシングル曲もそうだし、他のいろいろな場面でもセンターを目指せるメンバーなので、そういう夢と思わずどんどん狙っていこう。いなちゃんは笑顔がすごく素敵で本当に好きです。かわいいいなちゃん、いつもありがとう。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。頑張りますね。ありがとうございます。じゃあ次、はい、ラストですかね。いきます。セイコさん、ありがとうございます。セイコさん、じゃん、セイコさん、ありがとうございます。お、関西在住なのでなかなかコンサートや劇場公演なのに行けませんが、5月の大阪のファンミーティングでお会いできたら嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。私も大阪は修学旅行で1回行っただけなので、また次行けるの本当に楽しみです。ありがとうございます。はい、書き終わりました。終わったかな。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんはって。お、いつも。お、成果です。あ、しーちゃん初見さんなんですね。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。あ、また2部でね。お、2部も来てくださるんですか。ありがとうございます。ありがとう。お、みさぱさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは、ミンティンさん、こんばんは。リブのメッセージ書いてないかも、わら。書いてないんですか。こんばんは、ありがとうございます。ミルクさん、お疲れ様さん、ありがとうって。としのいさん、ありがとうございます。明日の握手会行くよ。おお、ミラクルドリームさん、ありがとうございます。あさってか。ありがとうございます。セーラー服ですかね。ありがとうございます。明日の声バラって確かにめちゃ聞こえてますね。メッセージ書き忘れたかも。お、じゃあメッセージ今書き込んでください。読みます。こんばんは。あ、サインありがとう。お、みっちゃんさん、ありがとうございます、いつも。はい、こんばんは。あ、空飛ぶドラえもんさん、こんばんは。よしんさん、こんばんは。あ、コンピさん、サインありがとうね。こちらこそありがとうございます。
込みはできないので三つ編みをして、なんかちょっとここに2本をつけて、ここは巻いてないんですけど、あのミュージックビデオのイメージしました一応。一瞬横顔見せて、嬉しい。アナザージャケットかわいい、ありがとうございます。こんな感じ。こんなかわいいです、めっちゃ見てください。前髪もいつも通りではありません。分けてます、すごいくるくるです。髪型天才ってやった。あ、18系ファンミおめでとうって、そうです、そうなんですよ、ファンミが決まりました、ありがとうございます。もうちょうど2年目に入る、1年を迎える日の4月5日に、はい、ありがとうございます。緊張してますかって、してないですよ、かわいいって、ありがとう。実はね、ここにリボンがついてるんですけど見えません。あ、ワンミが当選しますようにってね。そう、なんか何するかも今みんなでちょっと考え中で、そう、でもやりたいことがいっぱいあって困ってます。めっちゃ困ってますね。隠れリボン、そうなんですよ。そう、隠れリボンがあるんです、実は。当てたいね、ぜひ来てください、ね、初ファンミなんで。そうね、17期さんいいなと思ってたんですけど、まさかね、やらせていただけるということで楽しみです。お疲れ様です。お、ぽいちゃん、ありがとうございます。あ、菊池さとしさん、ハートありがとうございます。リボン背中、いや、リボンはついてないです、背中には。で、福岡連番で、ね、司会したら行くよって、福岡行ってみたいです、私も。お、忙しいと思うけど頑張ってくれた、ありがとうございます。お、会場が隣にないけど、え、すごい、仕事帰りに行きたいです、すごい。まず明日、明後日の口が行かない、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。クラウドさん、最強さんがやったです、ありがとう。最近エピソードありますか？なんだろう、昨日メールに書いたことは、なんかイチゴにハマってるっていう話ですかね。あ、春コンも楽しみ。そうですね、春コンももう3月なので、あっという間に春コンになりますね。怖い怖い怖い、ファンミ来て、来てください、待ってます。あ、石ころ人間さん、お、ハートありがとうございます、グッドって。ありがとうございます、本当にどうも楽しみです。あ、新公演ね、確かに新公演ありますね。おはよう、笑って、おはよう、今起きたんですか、そんなことあります。あ、ミッチーさん、はい、ありがとうございました、嬉しいって、こちらこそありがとうございます、嬉しいです。お、2分当たってるよって、お、ヨウジさん、ありがとうございます。花粉症、いや、花粉症ではないんですよ、全然。ちょっと今、なんか喉の調子悪くて声は変です。え、明日行けなくなったって、ルカさん、さっき行って、また待ってます。あ、29日波動、おー、波動ね、嬉しい、低速度席で見るよって、ありがとうございます。あ、ちゃん、2番目に顔
あ、出ました、いつも言ってますね。うちーさん、ありがとうございます。嫌です、ダメです。マジビートの話してる。カズさん、こんばんは。仕事、あ、なるほど、仕事終わって寝てたんですね。確かに、お疲れ様です。あ、モノモノさん、今日も可愛いよって、ありがとうございます。あ、エダッチさん、だるまさん、ありがとうございます。あ、ヤンマちゃんさん、なにこれ、コンペートみたいな、ありがとうございます。そう、新婚へ、そうなんですよ、帽子かぶるようになって嬉しいって。そうなんですよ、最初、初日はカチューシャと普通のリボンをつける髪飾りだったんですけど、なんか次時が24ですかね、の時の公演の時に、その両方ともベレー帽になってました。布が増えて嬉しいです。そう、2つともね、ベレー帽だったんですよ。なんか結構そのピンクの新衣装あったじゃないですか、武道館の時の、その時とか、あとは公演の衣装とかもそうなんですけど、結構なんか布袋さんと同じ形が多くって、そのベレー帽もなんかベレー帽じゃなかったんですけど、私と布袋さんが両方ともベレー帽になりました。そうで、公演の衣装も、まあ、新しいのあるじゃないですか、あれも一番リボンがでかい形でまた似てました。その話を布袋さんとたくさんしました。最近牛タン食べに行った、あ、行きましたね、最近ネモスがの撮影があったんですけど、なんか X でなんか何でしたっけ、3連単、 IQ の3連単を当てるみたいなのやってた日にやってましたね。私物でもベレー帽持ってる、いや持ってなくて欲しいです。ありがとうございます。あ、来週何代ミュージック全然楽しみ、お、ありがとうございます。嬉しい。鳥貴族行ったことある？え、ないです。こんばんは。あ、明日握手会行くよって、あ、しのさん、ありがとうございます。似合うって嬉しい。そう、リボンね、あ、このね、カラコンインクの衣装も一番リボン大きいやつで、で、ピンクで、究極に可愛い衣装でした。ここもリボンだしね、両方ともリボンでピンクの、なんですよ、ね、ポニーテールのやつ見てくださいましたかね、あれなんか写真だと見えないんですけど、ここにその私のここにつけてるリボンをここにつけてたんですよ、見えないけど上から撮んないと見えないです。そう、あ、ブラチナフラッシュ買いました、ありがとうございます。なんかレッスン場のとこになんかブラチナフラッシュの何でしたっけ、書店に行くと、貼ってあるポスターみたいなのがレッスン場にも貼ってあって、今絶賛なんか村山さんの大きいポスターの隣に私とアーズのポスターが貼ってあります。恥ずかしいです。なんかみんな通るところなので、じゃ恥ずかしいです。エビハートください、いつもありがとうございます。藤木さんもハートありがとうございます。マコヒカリさん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。それにサイン入れてください。なんだポスター、あ、そう、ポスターね、サイン入ってるんですよ、サイン入った私たち の, ポスターが貼ってあるんですよ。ヒュージョーさん、こんばんは。そのポスターに手を合わせたい。え、なんかどこだったっけな、どこかの書店さんに行けばあります。ぜひ手を合わせてください。欲しいって本当に、ぜひ皆さん買ってみてね。
ポスターに落書きされてない。いや、されませんよ、そんな。あ、そう、ミュージックビデオでは柏木さんに何の質問したの？そうなんですよ、あれ本当に質問してて、なんかたまたますごい大爆笑してるところが使われてたんですけど、私はね、キャッチフレーズをなんか、まあ柏木さんのキャッチフレーズってすごい有名じゃないですか。だからそれをどうやって決めたんですかって聞きました。劇場でポスタープレゼントありますか？絶対ないです。女の子だけどファンになってもいいですかって、え、嬉しいです。ミッチーさん、ありがとうございます。沢井さん、明日のパシフィコ横浜の握手会行くねって、ありがとうございます。が終わったってことで一旦切ります。また2部で皆さんお会いしましょう。おじさんだけどファンになってもいいですかって、いつもありがとうございます。嬉しいですよ皆さん。聞こえてます？いいんですよ、聞こえてても。バイバーイ、また2部で。ありがとうって、こちらこそありがとうございます。バイバーイ。ランキング読むの忘れてたな。読みますね。13位ハニポンさん、ありがとうございます。12位ピンクのクマさん、ありがとうございます。11位ポップコーンさん、ありがとうございます。10位奈良さん、ありがとうございます。9位ウッチーさん、ありがとうございます。8位西くんさん、ありがとうございます。次7位エダッチさん、ありがとうございます。次6位ナカさん、ありがとうございます。次5位ヤマちゃんさん、ありがとうございます。4位クラさん、ありがとうございます。3位アリスさん、ありがとうございます。2位みっちゃんさん、ありがとうございます。1位伊達メガネさん、ありがとうございます。3番ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。また2部でお会いしましょう。バイバーイ。